西村秀都氏は日本の実業家、創実最高経営責任者、西日本高速道路社長、福岡市に生まれる、福岡県立就業館高等学校を経て、九百六十五年、九州大学経済学部を卒業し、日商に入社。営業職として機械やプラントの輸出を手掛けた後、日商と祝い産業の合併による日商祝いへの 称号変更を経て、1992年、情報産業本部長兼メディア事業部長となり、ポケベルや、携帯電話、民間衛星放送を手掛ける。その後、中国総代表兼日商祝い中国外社会長、米州総支配人兼、日商祝い米国会社社長兼カナダ会社社長、1994年6月、取締役、 1998年6月、常務取締役、2000年6月、専務執行役員を経て、2002年6月、日商祝い代表取締役社長に就任する。その後、当時、業績不振と6000億円の不良債権で存亡の危機に瀕していた日商祝いを再建するため、日面との経営統合、不良資産の整理、処分、不採算事業の現場調査と整理。 リストラ、金融機関、大口債権者への債務免除、巨額の優先株引受け債権協力以来、リスク管理体制確立、事業の選択と集中など、際どい、荒漁事を実施することにより、同社を事業再生に導いていく。2004年4月、日商祝いと日面が、持ち株会社を設立して、経営統合した、早日の共同最高経営責任者に就任する。 2004年9月から2005年3月の半年間で国内外350件以上の不良債権、不可動資産の6000億円の売却交渉に取り組み、その売却損は4300億円と見積もられるほどの徹底的な再建計画を実行した。2005年6月、早日の新経営計画がまとまり、将来の目途をつけた上で、原子や事業の選別などで、 株主を、はじめ多くの関係者に、多大な迷惑をかけたとして、潔く経営責任を取り ceo を辞任し、特別顧問となる。後に、創日は、2008年3月期において、経常利益1015億円、当期純利益627億円を達成した。これは、過去最高水準の利益であった。2008年、同社顧問となり、2010年6月、 西日本高速道路社長に就任する。片たら財団法人、総日国際交流財団の理事長を務めている。2013年12月31日に心不全で死去。ありがとうございます。